書いてある、いつもは神社なんですけど現金で買えます。買おうかな。神社撮影したら怒られる。どこ行けるのよ。やっぱり出てきた。ありがとうございます。またお店の方にまとめてください。ドナトヤで一曲のあのお店なんです。これぐらいの規模落ち着く。じゃあ次。お腹すいたよ。空撮まで行われてます。今からちょっと裏の方に回ります。姫路動物園無料です今日。います。宇和島観光宣伝隊なんか覗いてる。今動物園を抜けて B1 の裏の会場へ回ろうとしてます。豊川市、本当に盛り上がってまいりまして、先ほど小畑さん言ってくれたようにいろんな稲荷塾、それからですね稲荷、これも公募で、稲荷が決まりました。それからですねこの稲荷のテーマソングを募集しましたところ約100通ぐらい来て、そして優勝したのが先ほども流れました、コード G のラップザ稲荷、それラップなんです。それから小学校1年生の道昌ののかちゃんが作った大好き稲荷、これもですねこれ明日来ますから、はい、で今日は特別にそのまたダンシングチームを用意しまして一緒にいます。ご紹介してください。はい、イナリンと INR48 の皆さんで一緒に歌と踊りを楽しんでいただきたいと思います。それではラップザイナリミュージックスタート。よかった皆さん手拍子もお願いします。僕がイナリン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 だ、顔はジューシー、中身はふっくら、キツネはセミナルの気がする、これが豊川わしわめずっとヒーロー。僕がイナリン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 だ、顔はジューシー、中身はふっくら、キツネはセミナルの気がする、これが豊川わしわめずっとヒーロー。おいで見てみ、食べてる人よりとたまげた本当に褒めて落ちるような、そうさ中身はふっくら、キツネはセミナルの金、これが豊川わし、骨がずっとヒーロー。僕がいなり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 だ、顔はジューシー、中身はふっくら、キツネはセミナルの金。
ワイド